変身。はい、ダーシマ動画チャンネルのパパです。今日紹介するのはこちら。今回もデラックス仮面ライダーエグゼイドメモリアルフィニッシュガシャットセット2の中から1本紹介していきたいと思います。今日はですね、こちらです。ときめきクライシスガシャットメモリアルフィニッシュバージョンを見ていきます。それでは見ていきましょう。ダーシマ、はい、こちらね、まだシールをね貼ってない状態です。このような感じになっております。こちらはね、ゲームデザイン版、そしてレジェンドライダーガシャット版と、好きな方を選んで貼ることができます。今回はね、レジェンドライダーガシャット版のシールを貼っていきたいと思います。曲がらないように、よいしょ、はい、オッケー、貼り終わりました。改めまして、こちらがときめきクライシスガシャットメモリアルフィニッシュバージョンですね。こんな感じになっております。絵柄このような感じです。ポッピーがいます。そして横のネームこんな感じ。ダーシマ、それではね、絶縁シートを抜いて音声の方を確認していきましょう。まずは良性モード。はい、ここまでが良性モードです。そしてね、ガシャットのここのボタンを長押しすることによって悪性モードへ切り替わります。いきますよ。
はい、それじゃあね、バグルドライバーツバイと連動させていきたいと思います。こちらはね、良性モード、悪性モードで音声が違うみたいなので、まずは良性モードでやっていきたいと思います。こちらも最後のセリフはランダムで2種類です。M の笑顔は私が取り戻す。私は不滅だ。それでは悪性モードやっていきましょう。こちらもランダムで2種類です。ポパビブペナルティ対象。はい、続いてはゲーマドライバーと連動させていきましょう。こちらも良性と悪性で音声が変わります。はい、ときめきクライシスはレベル1変身音がね、入ってるんですけれども、これ短縮は入ってるのかな？あ、入ってないね。はい、じゃあ決め技スロットホルダーに装填。これが良性モード。続いて悪性モード。それじゃあガシャコンブレーカーにも装填。決め技
続いて両性。さらにガシャコンキースラッシャーと連動。はい、そんなわけで今日はこちらのデラックス仮面ライダーエグゼイドメモリアルフィニッシュガシャットセット2の中からときめきクライシスガシャットメモリアルフィニッシュバージョンを見ていきました。こちらもね、かなりスペシャルなアイテムになっております。もうなんかね、またエグゼイド見たくなったね。だからこの後ちょっと時間があったらまたエグゼイド見返したいと思います。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺で、バイバイ。